竹造帝臣は、日本の実業家、コンビニエンスストア、ローソン代表取締役社長、大阪府池田市出身で、大阪教育大学附属高等学校池田校舎、大阪大学経済学部経営学科を卒業。1993年に、三菱商事へ入社し、畜産部に配属されて、牛肉輸入業務に携わるが、 事業撤退に伴い部署が閉鎖されて2年目から、子会社の牛肉販売会社に出向する。後に、豚肉の営業へ転じ、2002年からグループ企業で、米国の豚肉処理、加工品製造会社インディアナパッカー社へ、最高経営責任者の補佐として3年間出向した。広報部に5年勤務した後、2010年に、総務部兼経営企画部で、 小林健が副社長と社長の時代に業務秘書を務めた。2014年に三菱商事を退社し、5月にローソン代表取締役、代表執行役員副社長兼、法人営業本部長兼道村マート担当に就く。2016年3月からコーポレート統括兼、正常 EC、NLLS100 事業鑑賞券海外事業、鑑賞券エンタテイメント、 サービス事業鑑賞権開発本部長、6月に、玉塚健一の後を受けて社長につき、2017年3月から、マーケティング本部長を兼務。飽和状態とされるコンビニについて、産経新聞にインタビューされた際、2016年の熊本地震を例に挙げ、フランチャイズ加盟店のオーナーや店長は、こんな時こそ店を開けないといけないという高い。 当事者意識を持っている都市、ローソンが店舗数で業界3位に交代したことについても、店舗数や売上高よりも店の質や競争力の向上が優先といい、お客様に愛されて、1点1点を大事にして他社にいかにして買っていくかが最優先と述べており、大手3社で遅れている海外進出も年内に海外1100を目指すと宣言。 達成した上で2020年2月末で中国やアジアを中心に2918店まで増やしている。以前からローソン加盟店に時短営業を認めたり、社内コミュニケーションを心がけたりして何でも言える環境、雰囲気づくりを重視しており、重要な案件について100万回言う覚悟で臨むという。また、ローソンのプライベートブランド商品が佐藤大木による 新パッケージに変わった直後の2020年5月デザインをめぐり消費者の間で賛否両論の議論となったことに即応。翌6月9日にお店で選びにくかったり探しにくかったりいろいろなご不便やお手数をおかけしてしまっているとコメント。客のニーズや価値観に寄り添いながらお客さんと作っていくのが PB だと表明。 ローマ字表記で分かりにくいと指摘されたデザインを7月にも変更する方針を明らかにした。なお、元内閣府副大臣で自由民主党副幹事長の後藤田正澄衆議院議員は三菱商事での同期である。ありがとうございます。